開けたね。ですが、本日9月1日は何の日か知ってる？え、ダジャレの日。そうなの？あ、ダジャレの日なんだ。あ、じゃあ僕もここで一つ面白いダジャレを、布団が吹っ飛んだ！違う。ちょっと待って、確かにダジャレの日でもあるみたいなんだけど、9月1日は、防災の日です。今日防災訓練とかした方も多いんじゃないかな。防災の日っていうのは1923年9月1日に関東大震災が起こったことが由来とされているんだよ。地震って怖いよね。地震だけじゃなくて台風とか大雨とか災害っていつ起こるかわからないから怖いよね。でもしっかり災害に備えて対策をしていれば被害を最小限に抑えられると僕は思うよ。ということで、あ、ちょっと待ってね。スタッフさーん、スタッフさーん。あー、どうしたどうしたガチャピン。あ、動画撮ってるんだ今。あ、そうそうそう。ねスタッフさん、今日9月1日は何の日か知ってる？おー、知ってる。ダジャレの日だよね。じゃあ早速ダジャレ披露したいと思います。ちょっと M さんに電話します。プルルルルルプルルルルプルルルルルプルルルルルちょっと待って。あー、M さん電話に電話。はい。いやはいじゃないのよ。というかちょっとスタッフさん、今日がダジャレの日って何で知ってんの？いやほら、実はガチャピンが動画撮ってるのちょっと向こうの部屋で聞こえちゃってさ。あー、そういうことね。あー、そっか。じゃあ改めて、聞こえていたならわかるよね。今日9月1日は何の日でしょうか？はい、今日9月1日は防災の日です。うん、よろしい。で、防災の日がどうしたの？いやほら、僕もいきなり呼ばれたし。ああ、うん、スタッフさんを呼んだのは他でもない、いつも僕たちが使っているこのスタジオ、これね、どうですか？いや、どうですかって、まあほら、動画とかでなんかちょっと置いてあるものが変わったりとかあるよなって感じ、ほんの少しだけ。ほら、ガチャピンとムックのお人形の位置が変わったりとか、棚の上にあるものが少し変わったりとか、そういうこと？いや、違うよ。確かに置いてあるものが微妙に変わるのは思ってたけども、そうじゃないのよ。今日は防災の日でしょ。もしこのスタジオにいる時に地震が起こったらどうする？ああ、そうだね。地震が起こったらまず火を使っていたら火の始末をして、自分の身を守るために机の下に潜る。お、そうだね、正解。ありがとう。ん？ん？でもガチャピンってこの机の下に潜れる？え？ん？ちょっとやってみる？あ、いいよ。いいよ、潜れるよ。やろうか？やる。お、いや、やります。やろう。はい。大切だから。はい。うん、はい、ちょっと待ってよ。はい、地震だー、うん、地震だー、わー、うん、おー、わーしよ、おおー、あー、あー、あー、大丈夫だよ。僕はね、スタッフさんの後ろにある大きな机に潜るから。あ、確かにそう、はい、そう、この机だったらね、大きいからしっかり全身潜れるからね、うん、そう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 。そして揺れが収まったらじゃあどうする？あ、揺れ収まったら、うん、非常用の持ち出し袋を持って避難するとかかな。うん、そうだね。スタッフさん、非常用の持ち出し袋がどこに置いてあるか場所は分かってる？あ、非常用の持ち出し袋、うん、うん、どこだったかな。あ、ちょっと探してくる。はい、
この動画を見ているみんなもお家に非常用持ち出し袋があるか、お家のどこに置いてあるのかしっかり確認してみてね。あ、あった、あった、ほらあったよ。あ、ほんと、はいはいはい、よかったよかった、あった。あ、はい、よかったね。中身もしっかり入ってるかな、確認しよう。水、食料、はい、はい、ああ、食料系はしっかり、消費期限の確認もね。あ、大丈夫そう、うん、はい、非常用持ち出し袋は OK。 ああ、よかった。うん、あとは、よし、このスタジオの飾り系だね。うん、飾り、うん、例えばこの僕とムックのカウズ、僕もムックもスタッフさんたちもとっても大事にしてくれてるでしょ。うん、そうだね。でも地震が起きちゃったらこのカウズどうなると思う？え、地震が起こると、うん、な、倒れちゃうかな。そうだよね、床に落ちちゃってわーってことになっちゃうよね。そんなことにならないためにもお店とかで売っている物が倒れるのを防止してくれる耐震マットをそこに貼るのがいいね。うん、貼っていてももしかしたら倒れちゃうかもしれないけど、貼らないで後悔するより貼っていて後悔した方が気分的にも少しはマシだと思うしね。あとはね、後ろに飾ってある観葉植物、これほらね、耐震マットを貼れるものは貼った方がいいかもね。うん、ラジャーです、うん、この後すぐに買いに行きます。よろしい。あとはこの緑の棚と赤の棚も倒れたら危ないから耐震マットを貼るのがいいかもね。うん、はい、わかりました。あとね、耐震マットもいいんだけど、確実に倒れないようにするには天井から棚の上まで突っ張り棒で突っ張っちゃうのも手だよね。ほら、そしたらほぼほぼ倒れないと思うよ。ああ、確かにそんな方法もあるのね、うん、ガチャピンさん勉強になります。はい、ちなみに、重いものを下の方に入れておくことを意識して棚の重心を低くすると倒れにくくなるんだよ。へえ、そうなんだ。うん、じゃあ早速この棚も重いものを下に入れようね。うん、開けたね。汚いよ。もうね、重いものを下にとかそんな以前の問題だったよ。ちょっと、うん、ほら見てごらんなさい、はい、すみません。はあ、しっかり綺麗にしておきます。もうガチャピンチャンネルのスタッフさんに綺麗好きが一人もいないからこうなるのかな。はあ、まったく。はあ、この調子だとね、こっちの棚も同じ感じかな。そうだろうな、これな、そっちも開けますよね。はい、はい、はあ、予想通りでした。あ、すみません。はい、はい、はあ、もうどうしたらこんな汚くなるのね、うん、何が入ってるの、何が入ってるのかな。撮影で使ったポップチューブとか。はっ、ちょっと、うえ、後ろ、後ろが、いや、ちょっと見て、待て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 、それダメダメダメ、いやいやいや、言っちゃダメ言っちゃダメ、言っちゃダメ、見ちゃダメ、見ちゃダメ、見ちゃダメ、いやいやいや、これはね、ガチャピンチャンネルを見てくれているみんなにはしっかりお見せしないと。これはちょっとほら、見て、みんな見て、これ皆さん、見てください。ただのこの後ろ、完全に壊れてます。あー、もうどうしてこんな風になるまでほっといたのでしょうか。スタッフさん、どういうことですか。まあ、多分これは買ってから結構期間が経ってるから壊れちゃったのかな、うん、いや、まあまあ、うん、確かにね、期間は経ってるけど、うん、こんな風になる、こんな風になんないよ。どうせさ、撮影に使ったものとか何でもかんでもこの棚に突っ込んでるからでしょ。うん、それはよくね、M さんがやってる。あ、ほら、人のせいはダメだよ。しかも M さん今日いないから陰口になるようなことは言ってはいけません。はい、M さんすみませんでした。はい、はあ、ほら見てごらんよ、後ろの板、もうほら、ペコペコ
しちゃってるじゃない。ああ、ベコベコしてるよね。あ、たまにね、この隙間からバットが出てくることがあるの。ほら、今出てるけど。ほら。バット出てきた。ほら、取りやすい。ほら、取りやすい。ねえ、笑い事じゃないよ。ねえ、これもう直すことできないのかな。どうだろうね。まあ、何度かスタッフみんなで直そうって頑張ったんだけど、うまくいかなかったんだよね。あ、そうなの。あ、ほら、あ、入れたじゃん、ね、ちょ、入れてない。ちょっと待って、入れやすい。ねえ、それさ、本気で頑張ったの。本気で頑張った。ああでもない、こうでもないって。よし、決めた。この棚 DIY しよう。 DIY？ そう、 DIY。 YouTube でも結構見るじゃん、DIY。 あー、確かに見るかも。テレビとかでもよくやってるしね。そう。あ、ちなみに DIY って Do it yourself の略らしいよ。日本語に訳すと自分自身でやるという意味らしい。へえ、勉強になるね。自分自身でやるしかない。後ろがこんな状態だったら地震が来た時ここから物が落ちちゃうかもしれないし。まあ、確かにそうかも。みんな、この棚がどういう風になるか、こうご期待です。僕たちのグッズが発売中、概要欄をチェックですぞ。じゃかじゃか